皆さんこんにちは。こんにちは。目から鱗の時間です。パーソナリティのウェチとミミちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビ社南 TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。自分の名前まで忘れるようになったとはびっくりした。ウエッチ、そうそう、もう暑さでね、暑さでね、はい、まあ、今収録してると、はい、酷暑なのよ。酷暑ね。この酷暑といえば、はい、といえば酷暑の時のゴルフないわ。まあ辛い。もうちょっと秋まで休み休憩します。命の危険があるよね。なんかねそんな上手い人やったらええよ。私なんだ打たなあかんって話。いや、それに走らなあかんや。なんか右行ったり左行ったりしたらクラブ持って無理。こんな酷暑の時に走ったらあかん。ていうかでもカートに乗ってても暑いよ。あの芝生の照り返し。いや、なんか今あのゴルフ場に行ったら、うん、あの なんていうの氷のっていうの、うん、氷のを持参する人が増えてきて、マジでなんかアイスボックスに氷やもり使ってくれって、うん、マジで住んでんのよ。マジ でそれに氷のに氷入れて、うんうん、冷やしながらゴルフするって、そこまでせなあかんかっていう。私そこまでしてはすいません、ちょっと夏の間は休憩させてもらいます。はいはい。いや、芝生も枯れるっちゅうね、こんなにね暑かったら。暑いよね。でこういう夏の暑い時には、うん、はいはい、うん、エアコンの効いた涼しい家で、涼しい家で目から鱗を見る。そうそう、違う、そう、あ、違う、目から鱗で、はい、家で練習するゴルフの方法っていうのを今週はちょっとやろうかな。いいですね。それを見ていいですね。涼しいところで、はい、ね、あの練習してもらって、はい、やっぱでもずっと言ったらシミュレーションとかでやること、例えばどうやって練習したらいいのかな、うん、どんな道具使ったらいいのかなっていうのがわからない方も多いと思うので、うん、分からない。今日はそういうことを教えていただける方に来ていただいてるんですよ、うん、で例えば道具見せていただいて、はい、こうやってやったらいいですよ、ここを気をつけてやったらいいですよ。ただ例えば闇雲になんかふーっとこう流されて練習してるのもなんか上達しないこともあるじゃない、うんうん、じゃあもうここ取っ払って今日はなんか動いちゃう感じじゃなくてどまではいかず、まあ、ある程度ね、程度その辺ね、あの説明できるように大人の事情があるので、まあまあそれなりに ね、じゃあ楽しんでいきたいと。ゴルフ上達していただこうと、まあ、番組です。はい、いってらっしゃい、はい。おかえりなさーい。はい、今日はおなじみもう3回目そうですね、3回目のご登場。眩しい、今日の衣装はまた眩しいですけど、はい、エクセルシオゴルフアカデミーの、田原信也さんに来ていただいてます。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。これいつもね、はい、まあプライベートなマツダカップであるとか、コンペ、はい、でコースでお世話になって教えてもらったりこうしてるんですけども、うんうん、はい、今日はゴルフを上達するのに、うん、家でできる練習法、はい、で、まあ、その器具なんかも紹介していただいて、はいはい、これやったら上達しますよっていうのを、うん、田原さんプロのその立場から、はい、これが一番大事ですよっていうのを今日は教えてもらって、はい、なるほど、皆さんにゴルフ上達してもらって、はい、秋のいいシーズンにはもう変身していただくというような企画でやりたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。かしこまりました。で、はい、で僕家でやってるのは、うん、実は、うん、あのこの写真1、2にある、はいはい、まあ、皆さん、うん、結構家に持ってはるパターマット、パターを練習するやつ と、それは見たことある、とアプローチ、うん、ちょっとコーンってやって、はい、まあ言えばフェースの上にボールを乗せる練習をするやつは持ってて、うんうんうん、私でもこれ初めて見たかも。家でできるコーンがあるよ。これ結構みんな持ってはる人多い。ね、今、まあ、写真出てるんですよね、はいはい、まあ、こんなにこう大きいやつじゃなくてもですね、うん、はい、今日持ってきてるんですけども、はい、あのこれ、ね、傘っぽく見えるじゃないですか、はいはい、
これもうちょっと簡易なやつで、はい、これね、広げちゃいますけどね。あ、ちっちゃ。こんな。あ、なるほど。こんな感じのやつ。こんな感じ。そう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 。これでも高さには。高さは、調整はできないですけど。すぐ近くやったら、うんうん、これ超えるほど球上がらないのよ。はい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 。まずは、うん、やっぱりあの、まあ、グリーン周りのアプローチでね、うん、まず組み寄せってこう皆さん言われますけども、はい、要は落としどころが大切なわけですよ、ね。まあ、持つ番手、はい、サンドウェッジなのか、はい、アプローチウェッジなのか、はい、ピッチング、はい、9番、はい、まあ、どれを持つかによっても違ってくるんですけど、はい、どこに落としてどれだけ転がる、はい、でそこのラインを読んでいく、その座布団1枚ほどの落としどころを設定するところに、はい、いかにね、正確に持っていけれるかですから、もう本当にね、あのこれ1個あればここにこうポン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 と掘り込んでいくような感じで、ね、でね、その落としどころの前に案外ゆっくり緩く振ってフェースの上にボールがちゃんと乗るっていうの案外難しいんですよ。考えたことない。当たればいいですね。いやでもね、それがねできるとフルショットもちゃんとフェース乗るんですよ。これ持っとくといいですよ。めちゃくちゃこれ練習になりますよね。そうですね。ですから、あのね、これ邪魔にならなくていいですね。家でね、家でね、例えば実際のボールが、まあ、もしあんまり上手じゃなくてシャンクしたりとか危ない場合は、うんうん、あのなんかね、あの卓球のボールみたいな、あのね、スポンジのやつとかもありますから、プラスチックのスポンジのやつとか危なくないやつあるんで、はい、あれでも十分あの、ね、練習になるんで、はい、実際の、ね、はい、実球で打つのもよし、はい、例えばこうスポンジボールみたいなのを使うのもよし、はい、それでも全然当たる、もう全然、もう全然いっちゃいます。これ、ね、スピンとか、ね、回転数とかも見れる、回転数とか、ね、回転とか見れるんで、ね、まあ、これなんかでもね、あの、こうやって広げてしまえばですけど、はい、ね、もしいらなかったらね、食卓の上にこうやって乗けるわけ。いやいや、それはまた違うと思うけど。ハエが高かないように。昭和やね、それ。今時ハエが出る家庭もそうだね。昭和の人たち。へー、ね、結構どこでも売ってる感じですか？まあまあ、そこそこの大型店舗とかに行ったらある程度は置いてると思います。そう、ね、まあまあね、そんなにお高くないんですか？うん、そうですね、まあ多分2,000〜3,000円ぐらい。そんなもんで買えるの？と思いますよ。はい、僕が使ってるやつが3,800円ぐらいの。そうだ、うん、安くな、今安いやね。ね、へえ、でもこれ邪魔にならなくて、そうそうそう、こんな感じ。いらん時ね、畳めるしね。傘、うん、みたい。そうですね、あのね、女性の方々が折りたたみ傘を持つ感覚で、ね、まあ、ちょこっとこういうの持ち、まあ、持ち歩くまではないですけどね。玄関に置いてても邪魔にならない、ね。そうそうです、そうです。うん、でもあるんですね。とかもうこういうのもあるし、はい、でまたあのね、さっき湯口さん言われたパターマット。パターマット、ね、パターマットですよ。でパターでね、最近やり始めたのが、はい、あのバックスイングしないでボールにこうもうフェース当てたまま、はい、そのまま、はい、フォロースルーだけで入れるっていうのを練習せえって言われて、うん、それ今やり始めてるんですけど、なるほど、いいです、いいです、はい、それは普通な当たったらダメなんじゃないの。あ、当たったらダメ。アドレスの時には当てたらダメですよ、うん、ですよね、うんうん、でもカチンってなるから、もうぴったりくっついた状態で、でフォロースルーだけで入れる練習しろって、うん、へー、それはなぜかっていうと、はい、あの要はフォロースルーが出ない人が多いんです。フォロースルーがまず分かりません。ボールがあります、うん、ボールがありますね、フェースがあります、はい、当然構えて、要するにバックスイング、ね、こっちを振り上げてからボールをポンと打つわけじゃないですか、うん、はい、であのインパクトの強弱、はいはい、要するに強さで、はい、要はこれね、こう振り上げてカズってこうやってね、要するにここで打ってしまう方が多くって、はい、フォローが出ないんですよ、はい、フォローが分かりません。フォローっていうのはこっから先ですね、こっち側、フォロースルーって言いますけども、で要はこのね、当てる強さの強弱ってすごく微妙なところがあって、はい、うん、はい、で要はその強さは、まあ、最終的なさじ加減にはなるんですけども、はい、バックスイングを取ってからこのフォローのこっちの大きさで距離感を出していってほしい。へー、そうなんですね。で例えば1メートルの時と2メートルの時と3メートルの時にこう、そうですね、フォロースルーで入れる練習したら、フォロースルーの大きさが違うんで、でそれでやり始めてから、今まで僕ちょっと緩く持ってたんですよ、グリップ、うん、でギュッと持ってゆっくりとストロークして、うん、フォロースルーの大きさで距離を
変えるようにちょっと変わってきた、うんうん、そうですね、あのグリップの強さはまあまあ緩いとどうしてもまあ普通にアイアンとかウッド系のね、うん、こうショットをするときっていうのは握り締めないように緩く持ちましょうと、はい、でそれはなぜかっていうとリストコックっていうこの手首の動きが入ってくるからなんですね、はいはい、でもパターっていうのはここの動きで打つわけじゃなくって全体的な肩のショルダーターンというこういう動きで打ちますから、はい、要はある程度グリッププレッシャー強くしても要は固定されますからここが、うんうんうん、でバックスイングは割と小さく、うん、フォロースルーをしっかり出していくっていう形で距離感を掴んでいくと、引いてから今までタップ式みたいな感じでこうスピードが変わってたんですね、うんうん、それをこのスピードが同じで大きさだけでこう距離を測れるようにするためにきちっと持ってないとなかなかできないので、グリップきちっと持つように変わったっていう、イメージはやっぱり振り子ですよ、振り子。ゴルフのスイングのベースは振り子運動ですからね。で振り子って左右等速じゃないですか、はい、基本的には、はいはい、でそのイメージを持って、ね、バックスイング上げてフォローしっかりです。ただパターって一番神経使うところなので、はい、バックスイングが大きいとインパクトも乱れますから、ね、一応、ね、ただ助走がないと打てませんから、はいね、まあ、その練習は練習でここから、ね、はい、出す練習はいいんですけど、一応最小限度のバックスイング で、ね、あとはフォローの大きさで距離感をつかむっていうような感じにした方がいいですね。ポンって当たるもこの持ってきた感覚で距離が決まると思う。違うのか。そうか。そうで、あの先ほどのパターマットね、うん、これはもうぜひぜひ、ね、はい、お持ちの方は、ね、はい、毎晩でもいいですから、うん、10球だけでもいいですからやってほしいし、お持ちでない方はぜひとも買ってほしい。へ、うん、今までね、普通に巻いたらこうパターマットでこう回数打ってたんですけど、うん、この頃これを使い始めたんです、うん、片側にこれ敷く、こちら側にこれ敷くで、うん、このフック の、あのホールがこう、こう見えるときとこう見えるときあるじゃないですか。こだわるね。こっからこっちじゃないと切れて外れるっていうのを意識して1メートル以内をきちっと、はいはい、入れるっていう練習をするのに、ちょっとフックライン傾斜をスライスにするっていうのをこの頃ちょっとやり始めたんですよ。なるほど、工夫されてますね。いいじゃないですか。で意識することによって見たときに、あ、絶対これちょっと傾斜こっちにあるなって言うたら、あ、こうやればいいっていうのが身につくじゃないですか、うんうん、感覚は。ちょっとそういうこともこう最近やり始めて、すごい素晴らしい。その傾斜もちょっと最近やり始めてるんです。だってね、パターってね、うん、まあ、本当にまあ、言ってみればパターマットがあれば、はい、お家の廊下でも、ね、はい、別にリビングとかでもやろうと思ったらできるじゃないですか、はい、でよく私が今レッスンしてる生徒さんがよく言うんですけど、はい、これ社長室とかによくあるやつですよねとか。確かに、ね、そう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 。でも要は唯一って言ったら変ですけども、お金をかけずにできる練習じゃないですか、うん、で練習場に行って1球ボール単価がなんぼとかね、例えば50球とか100球とかって打つよりも、で家で、ね、自分の空いてる時間でできるでしょ、で、ね、スコアカード見たら分かると思うんですけど、まあ、普通に本コースに行けばパー72って書いてますよね。ショートホールが3打、ね、ミドルホールが4打、でロングホール5打、合計72なんですよ。ショットの打ち分け計算したことあります？はい、ね、36ショット36パットですからね、うん、でショートホールなんかショートホールなんかワンオンしてもパット2つでパーで、基本的にはパットの方が多いんですよ、ね、だ基本的にはグリーン上で、ね、乗せたら寄せて入れるっていう感じですから、うんうん、一応基準に出す2パット、うん、で18ホール36パット、うん、72ストロークの半分パターですからね。でこれを練習せずにスコアが縮まるわけがないじゃないですかって話ですよ、うん、なるほどね、うん、そっか、そう、ぜひぜひやってほしい。終わりました。ドライバーイズショー、パターイズマネーっていう言葉なんか聞いたことありますよね。素晴らしい素晴らしい、パターイズマネーね、まあ、パターイズ、うん、パターがやっぱりゴルフの基本で、そこが組み立ってから次アプローチ、アプローチが組み立ったら次は前に言ったらグリーンへの、ショット、うん、それからティーショット、うん、でそれが組み立って初めてゴルフが成り立つっていうのが、うん、パターが大事やなと。へー、じゃあもうウェッジ大丈夫よ。なかなかそれがやっぱり日によってパターって面白いもんで、ドライバーでもうまくまっすぐ行くときと差があるじゃない、うん、パターも日によって差があるんですよ、うん、
でそれを感じてから、あそうなんやって、調子悪い時にそしたらどうやって入れたらええかっていうことも最近考え始めて、その怪我をしない打ち方、へえ、ゴルフ好きなのね、うん、そうそう、ゴルフってね、なんか奥が深い分のめり込むのよパターといえば、まあ、今日ね持ってきた練習グッズ面白いやつがあるんですけど、はいはいはい、んですか、こんなん見たことないでしょ、いや見たことないです、ね、こういうやつ知らないでしょうね、これ、はい、あんまり馴染みがないと思うんですけど、うん、これグリップの形を見たらこれパターのグリップ、そうですね、分かりますよね、はいはい、ゴルフのボール、まあ、ボールって基本丸いじゃないですか、うん、はい、これね球体なんですよ、うん、ね、で丸いボールを丸で丸を打つ、でこれパターの練習、真ん中に当たらないと転がらない、まっすぐ転がらない、面で丸いボールを面で打つのじゃなくて丸いボールを丸で打つ、めっちゃ究極ですね、ここにちゃんと当たればってこと、そう、なんか似たようなことを練習してって言われたのが、うん、ゴルフの3つ入ったら箱あるじゃない、うん、はいはいはい、箱置いて箱がまっすぐ行くように打つ練習生って言われました、うんうん、まあ、それに似たような感じですよね、まあ、そうですね、でも面だったら楽じゃないですか、うん、ね、でボールってどの角度から行っても芯は一つしかない、そうそうです、ね、まあ、まあ言うたらディンプル1個分ぐらいですよね、そうそうそう、多分でその丸いボールを丸い球体で打つ、だからちゃんと打ち出し方向に対してまっすぐ当たらないとまっすぐは転がらない、なるほど、これをしっかり、なんか本物のパターでトンカチみたいなパターありますよね、なんか変形パターで、はい、あれと似たような感じですよ ね、 そうですね、もう芯を打ち抜くっていう、うん、ね、なかなかこれ ね、 ねゴルフショップとかに売ってないし見ないと思うんですけど、はい、こんな練習もあるんです、ね、でそんなんってどこに行けば手に入るの、これね、私どこで買ったか、ネットで見つけたんちゃうかな、たまたま、そうですか、一度ネットでどうやって検索したらいいのかな、パター練習用、そうそう、パター練習って練習の器具の存在を知ってたんですよ、うん、存在ですけど、うん、ショップとかで見たことないから、たまたまネットで見てたら、うん、あったと思って、どうですか使った感覚、いやー、やっぱ集中力増しますよね、すごい点と点ですからね、やっぱりなかなか当たんないですか、ちゃんと、まあまあまあ一応当たる分に当たるんですけど、はい、プロですからね、まあまあね、まあね、でもやっぱりその面で、あの面で打っても、ね、うん、経験があると思うんですけど、パンで、パターでもね、うん、芯食わない、あのね、はい、音がちゃうんですよ、転がり方も違いますし、ね、100球打って10球あるかないか、うん、本当に芯に当たった音っていうの、で、プロはわざと下りのパターなんか芯外して打ったりするんですよね、全然わからない、もうパターが芯に当たるがまず意味がわかんない、へ、でも転がり方全然違います、そう、違います、そうなんや、あの順回転の仕方と、うん、いやちょっと弱いかなと思っても全部やっぱり入っていきますね、そうなんです、だからあの、ね、やっぱりこうその方のレベルにもよると思うんですけども、はい、パターって最終的に入ったか入れへんか、うん、そうそうですよね、そうですよね、そうなん、まあ、結論的にはそうなんですよ、うん、でも私らはそこよりもちゃんと自分の狙った打ち出し方向に対してちゃんとアドレスができて、うん、自分のイメージ通りのストロークができた上で入ったかどうかなんですよ、でもし仮に自分のイメージ通りのストロークができているにもかかわらず入ってなかったということは、これはもうラインの読み方が悪かったんだなっていうところに行くので、ラインが1つに2つに違うっていうことでね、極端な話言うと、ね、ずれたアドレスをしてて入ってても、スコア上はその方がいいかもしれないけど、うん、いい、入ればいいよでもそうじゃない、あ、そう、別に入って前で進めればいいかなみたいなまあ、ね、だから修正してすぐ前言ったらスコアに繋がるかどうかですよね、そう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 、大変よねゴルフ、大変ね、そうですね、もう僕もね最近、まあ、上達っていうか練習で意識が変わったなっていうのは、うんうん、例えばスライスラインあるじゃないですか、うんうん、カップがあってスライスラインの場合、うん、スライスの曲がる方向に外れたやつってアマチュアサイドって言って聞いたんですよ、でそっちに外れるのは良くないよって、で、まあ言ったらスライスなのにカップのこちら側にスライスしきれないで入らなかったやつはまだいいんですよ、いうのはなんか修正がしやすいんですかね、なんか、まあ、よくアマチュアラインとかプロラインとかって言いますよね、うんうん、でこちら側に外れるのはちょっと読みが前だあの外れたか、もしくは強く打ちすぎただけなんで、こっちに外れるのは全く前に言ったらあのなってないっていうか、自分が思ってるやつが的を外れてるっていう考え方で、外れてもこっち側に外せる分は構わへんっていうやり方で、こうなんていうかな、カップを狙っていかなあかんっていうのをこの前言われて、
まあね、年に何回かね、まあ、あの縁があって上地さんとも一緒にこうね、はいはい、あの、はい、一緒の組でラウンドさせてもらうこともね、うんうん、ここ最近ありますけど、はい、いや毎回ね上手くなってるんですよ。やっぱ努力してるのね。そうすごい頑張ってるんですよね。もうちょっとで100割れるんですけどね。そうですか、ね、頑張りましょう。すごい。でも100割るのに早道はパターやなと思って、そうです、私とりあえず100に行きたいな、うん、いいじゃないですか、とりあえず100になりたい。そうね、上達してますね、研究熱心ね。パターが2つでなんとか絶対いけるなと思ったら、なんか楽に、まあ、そこら辺寄せとっても、まあ、寄せはでもいけるかなって、うん、そうですね、なってくるので、逆にだんだんプレッシャーが少なくなってくるんですよね、ティーショットまでが。だからね、例えばそのミドルホールで考えるならば、うん、パー4なわけですよね、うん、でドライバーで打ちます、2打目でグリーンを捉えます、うん、寄せて入れるっていうセオリーがあるわけじゃないですか。で極端な話を言うと、ドライバーなんて OB さえせずに2打目は打てるところに行っとけば OK なんです。下手すれば OB でねプレイングフォーで走った方がええ時もある。ありますね、飛ばないとか、ね、そうですね、うん、で例えばその次2打目はグリーンを捉えるのが一番セオリーではあるんですけど、うん、最悪グリーン周りぐらいまで来ててもいいじゃないですか。 それが行ったり来たりするのよ。だからさっきのアプローチ、しかも奥に外したりバンカーに入れるぐらいやったら花道の手前のが、うん、そう OK ですよね。で寄せて、うん、寄せるためにさっきのアプローチの練習機があったりとか、そこから乗っかったらいかに最終チャンスストロークで ね寄せワンっていうねワンパットで終わるのか。そうだってすごいさ飛ぶのね、結構ティーショット飛びました、うんうん、繋がりました、うん、グリーンのとこで行ったり来たり、うんうん、もしくはバンカー、そうだからそこがスコアなんです。もうすごいもうあれでなんか気分ないし、そうそうそう、チーンってなる、ね、僕一つ気がついたのは、うん、今使ってるクラブで、まあ、ウェッジとかあるじゃないですか。で普通ピッチングサウンドっていうセットになってるけども、うん、本当は58度とか52度とかっていうやつをみんな持ってるんだけども、そのクラブを例えば構えた時に自分の身長もしくはアドレスにあってこう来角度でとかあって、うんうん、でなおかつバウンスもあの切れてる方がいいのか、そげてる方がいいのか、いっぱい肉ついてる方がいいか、合うやつを一つ持つとすっごいスコア作りやすくなるって言われてる。だからそれ一本探しって言われて、でいろいろこう行って一本買ってきたんですけど、でそれで今ちょっと練習して、もうアプローチは全部これでいくという練習をしてるんです、うん、なるほどなるほど。だからもうお決まりのコースで30ヤード以内寄ったら、うん、まあワンパット圏内に寄る確率が高いっていう自信があると、セカンド打つときにそのあたりにあればええわなるじゃないですか。まあもし運が良ければ乗ったらラッキーとかっていう感じになるので、すごい楽になってくるなっていう。ゴルフは運だけじゃないねんね、まあ、練習せなあかんねん。そういうことですね。でそのよくねあるあるの話なんですけど、もう一般のねアマチュアの方々ってやっぱりティーショットのドライバーに一番神経使うわけですよ。OB したくないしね。で一番神経使うんですけども、グリーンに近づいていく、ピンに近づいていくほど、うん、なんか雑になっていく。なるほど、その続きはコマシだけできます、はい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。シャナナンバーシャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、帰りなさい、帰りなさい。はい、PR 告知タイムなんですけども、はい、ちょっとどうぞ、もう1点だけこれはお見せしたいものが、うん、紹介したいというグッズ、はい、ちょっと、これですね、子供用クラブですね。子供用これはでは違うの、はい、素振りじゃあちょっとあのゆみさんちょっとこれ持ってもらいましょうか。ちょっと待ってくださいよ、めっちゃ重たい、なんだこれ、冗談じゃなくてめっちゃ重たい。でも7番になってるよ、せやん、ちょっとこんなんで振ったら筋肉痛なるで、うん、いやでも何これ、これ持ってきた、めっちゃ重たい、重たいでしょ、重たいでしょ、子供用じゃない、ないね、ないですね、明らかにね。なんだこれ、畑岡、NASA ちゃんがバット振ってるって聞いたんですよね、はいはい、あの重たい、うん、バット、うん、あの素振りする代わりに、うん、それで、まあ、
筋力っていうか、うん、その筋肉を鍛えてるっていうの、うん、あれをアメリカツアーにいた時一時期やめてたらすごい成績悪くて、うん、また始めたら成績戻ってきたって。そうですね、これね、まあ、あの短いのでね、さっき子供用って話ありましたけど、うんうん、今持ってもらったら分かったと思った。めっちゃ重たい、めっちゃ重たい。 1.2 キロぐらいあるんです。1200ぐらいあるんです、ね。で、あのお家の中って、ね、狭いもんね。狭い狭い狭い、天井が高いので短くなかったらいけない、うん、でクラブって触れないじゃないですか、触れない、まあ、お家の中がガシャガシャ壊したら怒られますから、ね、うんうん、でこういう短いクラブで重たいものを振ることによって、でゴルフって基本的にやっぱりその遠心力も当然必要ですし、はい、あのクラブに仕事をさせなくちゃいけないわけですね、で言い方を変えればクラブが動きたい方向に動かさせてあげてほしいんですよ。それを補助しているのが人間なんですけど、はい、残念ながらやっぱり人間が主役になっている方が非常に多い、はい、でこの重たいものを振ることによって勝手に、ね、軌道を教えてくれますから、そうそう、ね、自分の言うこと聞かせられないってことね。そうそう、重たすぎて手でこねることができない。これで要するにスイングプレーンというものを覚えてほしいんです、はい、なるほど。でこれがちゃんと触れて自分が軸ブレをしないように触れるスイングを身につけてほしいんです。あーすごーい。これだったらお家で素振りできるでしょ。できるけど重たいですよね。買って持って帰るのに通販やね、これ。そうそうそう、重たいですよ、これね。すごい。でもこれね、うん、あの右利きじゃないですか、左利きよってないんですか。ないですけど、例えばあの左利きはなくても、はい、あのこういうやつね、こういうやつね、これ球体のやつ、これちょっとグリップの形も覚えれる形になってますけど、これも短いやつがあって、これのまた長いやつとかね、あれあったりもしますけど、やつとかね、うまく使ったらいいんじゃないですかね。あ、1分前だ、告知前だ、どうぞ告知、はい、どうぞ、はい、お願いいたします。今ですね、まあ、エクセルシオゴルフアカデミーは、はい、あの基本練習場で練習してます、はいはい、で今あの難波の方のインドア、はい、はい、の方にも私ちょっとレッスンに行っておりまして、インドアの方はですね、はい、まあ、皆さんご存知かもしれないですけど、難波にゴルディアという、はい、あ、ゴルディアさん、はい、はい、あの結構有名なところ で、はい、私基本日曜日火曜日、はい、木曜日、はい、そこでレッスンしております、はい、はい、でその他の月水金はい、どう、はい、神戸、はい、西宮、はい、大阪の方で、はい、練習でレッスンしてますので、はい、ぜひともまた、ね、はい、お問い合わせいただきましたら、で、エクセルシオゴルフアカデミーで検索していただきますと情報を得られますの で、 ますので、で田原さんのフェイスブックは、はい、田原信也で検索してください、はい、よろしくお願いいたします。はい、駆け足でしたね、今日もありがとうございました。さよなら。僕は君の大人のおもちゃさ。